はい、どうも。今日も元気にダイパやっていきましょう。チャンプレーです。はい、超久々のダイパですね。もうね、ずっと RSS ばっかりやってて、ダイパの方がおろそかになってしまいましたが。で、あとね、この動画上がる頃には、ちょっと、まあ期間がね、過ぎてるんですけど、今回ね、3月27日までに、大木戸からの手紙を受け取ると、このできるイベント、はい。ね、今224番道路に来ているわけなんですけど。でね、俺ね、ストーリークリアしてから、こんな感じで、厳選もしていたわけですよ。レベル50に上げて、戦闘用ポケモン、バトル用のね、ポケモンとかをね、いろいろ育てて いたんですけど、結局ね、バトルする相手がいなくて、はい。ストライクとか、ゴーストもそのまんまです。はい。こんな感じですね。で、今回はね、シェイミをね、ゲットしに行くんで、はい。この、峰打ち要員と、あと、あくびね、やる、要員の子がいます。はい。ではね、行きましょう。ちなみに、大木戸からの手紙はこの不思議な贈り物のインターネットで受け取るでゲットできまーす。はい、では行きましょう。お、チャンプルーさん待っておったぞ。早速じゃがこの石碑を見てくれんかの。関東地方でも同じものが見つかったのでな。君の力を借りたいのじゃ。大人の仲間入りをしたトレーナーのありがとうという思いを刻むらしい。たくさんの人やポケモンと出会い、たくさんの経験を知ってきたことじゃろう。今の気持ちを素直に言えばいいのじゃ。さあ、君がありがとうと伝えたい相手は誰じゃ。え、みんな。そりゃみんなに決まってるでしょ。はい。今までの俺の人生に関わってくれた人ですよ。いいぞ。ちょっと大木戸みたいになるんだが。はい。お、その、ん？そのだっけこれ。なんて言うんだっけこれ。あ、シェイミ。ん？すげえ、花がいっぱいだ。海割れの道。あ、そうだ。違う。こうだ。ちょっとね、ちゃんと。さすがにもうポケモン出ないでしょ、ここ。すげえ。え、めっちゃすごくない？花いっぱいなんだけど。これどこまであるんだ。ちょっとチャリで行こう。チャリでスイスイスイーと。え、ここあれじゃん。厳選できるじゃん。厳選のあれ。すげえ。花の楽園。おー、すげえ。めっちゃすごいぞ、ここ。シェイミ。シェイミなのです。ちょっとやめとこう。キュン、うん。はい。シェイミが現れた。行っといで、ガブリアス。いやー、久しぶりに聞いたこの戦闘 BGM。レベル30、性別なしですね。これもあれなのか、3V 確定なのかな。初手食いぼしますか。すげえ、めっちゃ綺麗なんだけど。すごいところで戦ってんな。これ、行きたいよね。食いぼも行きたいけど、ちょっとプレミアでやろうかな。一回プレミアで行こう。行け。
これはプレミアでしょ。さすがに無理か。成長。じゃあ一回ミネしまーす。はい。でもう一回ミネしまーす。オッケー。光合成。そしてミネチ。ミネチはね40あるんでね PP。おいおいおい、ヤドリギの種は使うんじゃないよ。はい、プレミアボール。ボンボンボン。来ました。オッケー。ゲッチュー。シェイミーを捕まえたぞ。経験値もらった。シェイミーのデータがポケモン図鑑に登録されます。感謝ポケモン。ランドフォルム。あとスカイフォルムがあるよね。あれをどうやってやるんだろう。オッケー。シェイミーを手持ちに加えて。あ、これでもうイベント終わりなの？マジで？ちょっとチャリに乗ってもう一回大木戸に話しかけに行こう。てかここいいね。卵孵化に便利な道じゃん、ね。ここになんかすぐ飛ぶことができればいいけどね。まあ、それだったらあれか、ズイタウンでぐるぐるした方がいいか。あ、待って。大木戸くんがいない。あ、じゃあもう、これでイベント終わりなのか。はい。ちょっとね、最後に、シェイミの、あれだけ見ましょうか。なるほど。お！なるほど。特防ね。攻撃、やんちゃ。まあ、これは後でどうしようかな。性格厳選をしようかな。ちょっと考えておきます。はい。てなわけでね、今回このシェイミのイベントをやってきました。みんなもね、感謝の気持ちを忘れずに。で、俺もね、あのいつも見てくれてる視聴者のみんなや、あとはこの大切な人たちにね、感謝の気持ちを忘れずに活動をね続けていきたいと思います。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。